今回は、トヨタイノウンをあだで返したイギリス政府へ、鉄槌が下ってしまった件について、説明してくぜ。恩をあだで返すということは、相当ひどいことをしたのね。世界のトヨタを舐めてもらっては困るわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。突然だが、車は好きか？車？たまに乗るけど、とても好きというわけではないかな。今回は車の話なのね。実は今、欧米諸国では環境保護を目的に EV 化が進められているそうだぜ。環境保護については今の時代の流行りだものね。だが、その実態は環境のためなんかではなかったんだぜ。それじゃあ、何のためなのかしら。自動車産業分野において、海外メーカーであるトヨタの技術に勝つことができないと判断した欧米諸国が、EV 中心の環境にすることで自動車産業でも勝負できると考えたことが EV 化促進の第一歩だったらしいぜ。つまり、トヨタに逆転を図ることが真の目的なんだ。トヨタに逆転？無謀すぎないかしら。世界のトヨタよ。欧州の中でも特に、イギリスはその傾向が顕著だったんだ。イギリスはあまり車産業が盛んなイメージがなかったわ。トヨタはこれまでイギリス国内の自動車産業を大きく支えてきたんだ。だが、そのイギリスまでもがその他欧州諸国と同じく EV 化にシフトし、トヨタを裏切ったんだぜ。支えてきてくれたトヨタを裏切るなんて、ひどいわね。そうだな。恩をあだで返すとは、まさにこのことだな。しかし、トヨタはこの状況をただ黙って見ていることはなかったそうだ。この EV 化を推し進めるイギリス政府へ、見事鉄槌を下すことに成功したんだ。さすがね。どんなことをしたのかしら、気になるわ。それを受けたイギリスと、トヨタの陰の活躍とは、どんなものだったのか、これから詳しく説明してくぜ。お願いします。欧州の中でも動きが顕著に現れたイギリスの EV 化へのシフトチェンジだったんだ。その動きに対し、2020年夏、トヨタ自動車はイギリス政府に対して、2030年までにハイブリッド車の販売が禁止された場合は、生産工場をイギリスから撤退させると警告をしたんだ。なるほどね。車を作れなくさせるぞと脅したのね。賢いわ。2021年にはホンダもイギリスから撤退しており、そこからさらにトヨタも撤退することとなると、イギリス経済にとって大打撃を食らってしまうことになるんだ。雇用がなくなってしまうものね。トヨタのイギリスへの警告虚しく、2020年11月、イギリス政府は2030年までにガソリン車、ディーゼル車の新車販売を全面禁止するという計画を発表したんだ。新車を販売の全面禁止って、やばいわよね。トヨタはイギリス政府に対して、このハイブリッド車の販売制限は事業継続、そして未来の事業、すなわち未来の投資にも影響を与えるぞと警告しているそうだ。難しいけど、トヨタは脅しをしたのね。簡単に言うとあなた方がそのスタンスなら、トヨタはイギリスから完全撤退して二度と戻らないよ、と警告をしていたんだ。それはやばいわ。どうにかしないと、このイギリスが発表した新車販売の禁止に対し、同じイギリス人が政府の方針は無謀だと考えている人が多いんだぜ。しかも、トヨタはイギリスの EU 離脱に伴って、数多くの自動車メーカーが撤退していく中、イギリスに残って生産量を増やしていた数少ないメーカーだったんだ。トヨタはイギリスのために頑張ってくれていたのね。その過程を踏まえると、今回のイギリスの行動はトヨタに対する裏切り行為ね。そんなイギリスだが、2020年1月31日に EU を離脱したのは記憶に新しいよな。このイギリスの EU 離脱問題で問題となったもの、それは自動車の関税だ。関税の問題は、解決したのかしら？新たに取り決めなどがあったの？脱退当初はイギリスと EU 間では新たな通商協定というのは結ばれていなかったんだ。なので、イギリスが何の取り決めもないまま EU を離脱してしまう、合意なき離脱状態になってしまえば、イギリスから EU への輸出に 10% の関税が課せられてしまうという状況だったんだ。10% って、高いわよね。つまり、イギリスで車を作ったとしても、EU で売ると 10% 割増しした価格で売る必要があるんだ。それってあまり売れないわよね。ことあるごとに関税で 10% が課せられてしまうのであれば、純粋に現地で事業を展開するには負担が大きいよな。だから、自動車メーカーはこぞってイギリスから撤退していったんだ。実際、トヨタ以外の自動車メーカーは、生産台数を減らしているんだ。10% も割増しにされてしまうのであれば、売れないことなんか誰でもわかるし、撤退するのが普通よね。その結果、2019年のイギリス国内自動車生産台数は、わずか138万台だったんだ。EU を離脱した年の2020年にはついに100万台を大きく下回る、92万台という結果になったんだ。その数字は少ないのかしら？どのくらい生産すれば多いのかわからないから、想像がつかないわ。
ちなみに、日本の2021年四輪車生産台数は、約785万台だったんだ。比べると、イギリスでの生産がどれだけ少ないかがよくわかるな。こうも目に見えて数字が大きく下がっているなんて由々しき事態だよな。そんな中、トヨタが生産量を増やしたのは、新型カローラのハイブリッドモデルだ。この状況で、ハイブリッド車を作ったの？新型カローラのハイブリッドモデル、さらには2019年3月にイギリスで電気式ハイブリッド車の生産開始を発表したんだ。しかし、イギリス政府はこの流れを断ち切るかのようにやっぱりハイブリッド車を規制しようと宣言したんだ。もう、何がしたいのかわからないわ。他の自動車メーカーが退く中、トヨタだけが頑張ってくれているというのに、この行為を裏切りと言わずに、何と呼ぶんだろうな。また、追い打ちをかけるかのようにイギリスでは自動車産業への投資も激減しているんだ。トヨタも危ないんじゃない？2013年には58億ポンドだった投資総額が、2018年にはわずか 5.8 億ポンドと、約10分の1まで減ってしまったんだ。さすがに10分の1となると、無視し続けられる状況じゃないわね。その中でも2019年にジャガーがハイブリッド車生産で、大型な投資を行ったんだ。それにより、なんとか11億ポンドまでは回復したんだが、やはり2013年と比べてしまうと、かなりの低水準だと言える。こういった状況の中で、トヨタだけがイギリスで踏ん張り続けながら生産量を増やし、雇用関係も充実し広げていった。トヨタはイギリスを見捨てないで、とても優しいわね。実際にイギリス国内の製造業で働いている人数は、約35億人。さらにその中でも自動車産業に携わる関連業も含めると、その総数は約45万人まで及ぶんだ。国民の約5分の1が自動車産業に携わっているんだ。それだけ自動車産業の占める割合が大きいイギリスなんだ。だとすると、自動車産業がなくなると、働けなくなる人がたくさん出てくるってことよね。自動車産業をどうやってでも守っていかないといけないわね。そこでも各メーカーの撤退や生産の低下は、非常に良くない状況だな。雇用面を含め、規模の大きなトヨタは、イギリスの自動車産業だけでなく、製造業全体、そして、イギリスの経済全体を助ける働きをしていたんだ。そんなにトヨタが雇用の大きな割合を占めているんだったら、もっとトヨタを大切に、丁寧にコミュニケーションを取るべきだと思うわ。というのも、イギリスの自動車産業の給料は、平均に比べて約 1.2 倍なんだ。そのため、自動車産業がダメージを受ければ給料もなくなり、イギリス経済全体にダメージが及ぶんだ。トヨタが一国の経済を回していると言っても過言ではないわ。結局は強引な切り脱は経費されることになったが、回避されることになったからといって今まで通りに戻れるというわけではないんだ。先ほど触れた、関税に関するある落とし穴も関係してくるんだ。関税の落とし穴って何かしら？説明してくぜ。EU とイギリスの間に新たな自由貿易協定が結ばれて、関税はこれまでと同じようにゼロになったんだが、これがまさかの落とし穴だったんだ。なんで関税がゼロになったのに落とし穴なの？それは、原産地規制だ。原産地規制とは、外国からの商品に関税をかける場合、その商品自体に国籍を決めないといけないというものになるんだ。これは簡単に言うと、作った商品の部品の何パーセント以上だったらこれは〇〇さんと認めますというルール自体が原産地規制なんだ。難しいわね。どこさんの商品かっていうのを明らかにするのね。例えば、日本と EU の間で自動車については部品や工費などで 60% 以上だったら日本産ですよ、と認められているんだ。しかし今の世の中、グローバル化が進んでいるため、一国でこの 60% という数字を叩き出すのは、至難の業だ。いろんな国の部品を使っているからね。ここで登場してくるのが、原産地規制の拡張累積と呼ばれるものなんだ。聞いたことがない言葉だわ。説明よろしくね。これは多くの貿易協定で認められているもので、日本と EU の両国が協定を結んでいる国から輸入したものであれば、原産地規制に加えてもいいというものだ。例を挙げると、A という商品を作る場合、日本産の部品を 30%、日本と EU が協定を結んでいる B という国の部品を 30%、その他が 40% だったと仮定する。なるほど。それでどうなるの？そうなった時、日本と B の国を合わせて 60% となるので、これは日本産として扱っていいよということだ。こうすることで、原産地規制にある関税ゼロで輸出を行うことができるんだ。なるほどね。提携した国の部品を使えば、関税がかからないのね。ならその国だけで全部の部品を揃える必要はなくなったわね。この拡張累積はイギリスと EU 間で認められていないんだ。これは事業をする上でとても大きな問題だ。EU 間での拡張累積が認められていないと、自動車を作るときに使う部品を全部国内で製造しないといけなくなるものね。しかし、
これが認められていないとトヨタは大きく損をしてしまうんだ。そうよね。じゃあどこから部品を輸入するの？そのため、拡張類石が認められていることは、非常に重要なんだ。この拡張類石が登場したことで起こりうるリスクというのは、自動車業界全体で周知の事実だったんだ。貿易協定が締結される前、2020年7月には日本と EU の自動車団体が一体となって、拡張類石を認めるよう求めるという声明を発表したんだぜ。そうよね。拡張類石がないと、かなり不利だわ。これはイギリスに進出している日本メーカーからしたら、当然の行動と言える。もし、拡張類石が認められなかったら、ただのリスクとなるだけよね。しかしトヨタはそのリスクを取ってでもイギリスでの生産を拡大していたんだ。そうなの？それって本当に大丈夫だったの？トヨタは大きなリスクを3つ抱えても、イギリスに踏みとまったんだ。一つは、強引な切り脱でかかる関税の可能性。もう一つは、協定が締結された場合でも拡張類石が認められなかった場合、この2つはとてもリスクが高いものだったんだ。これだけのリスクを負ってでも、イギリスでの生産拡大をトヨタは図っていたのね。そんなトヨタのおかげで、イギリスの自動車産業は持ちこたえた状態なんだ。これだけでもトヨタがイギリスに売った恩が、どれだけ大きなものか、わかったか？トヨタはイギリスの自動車産業を、かなり支えてくれていたのね。じゃあ、イギリスの EU 離脱に伴い、出てくる関税の問題を幅広いところで支えてきたトヨタだが、ここからきっちり鉄槌を下すことになったんだ。なになに？やっとやり返してくれるのね。聞きたいわ。それは、イギリスのある態度から始まったんだ。今回の大元となる EV 化促進を大きく打ち出していた、イギリスだが、驚くべき手のひら返しは、突然として起こったんだ。なに？どんなことをされたのかしら。欧州トヨタが開発した水素燃料電池を搭載する自動車トヨタハイラックスを、英国トヨタでも開発してほしいと政府が依頼したんだ。詳しい依頼内容は、走行中に二酸化炭素を一切排出しないゼロミッション車開発だ。それってとても難しくない？日本でも水素電池を搭載した車をたまに見るけど、まだ主流とまではいかないよね。ゼロミッション車について、もう少し詳しく知りたいわ。ゼロミッション車とは、搭載された動力源から、健康や環境に有害な二酸化炭素な元の大気汚染物質や、温室効果ガスを含む排気ガスが発生しない車のことだ。ちなみに、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車は排気ガスがあるため、ゼロミッション車には含まれないぜ。ハイブリッド車は含まれないんだね。排気ガスを出さないって、すごい技術だわ。そんな制度があったのね。そんなもの作られてしまったら、みんなゼロミッション車に乗り換えようと思うんじゃないかしら。この制度が取られているのは、イギリスのオックスフォードという都市だ。まだ本格的には始まっていなくて、試験的に、という感じだろう。この制度を取った理由としては、電動化シフトに向けた、公平性とバランスの確保、騒音などの観点から住民への配慮、課税により電動化を促進することなどがあるらしい。また、この課税による収入で、充電インフラ整備へ充当するらしいぜ。課税でインフラ整備するのはいい考えだと思うわ。だけど私がその市に住んでいたら、課税は嫌だと思ってしまうわね。ゼロミッション車のような、二酸化炭素排出ゼロの車は、課税がないんだ。二酸化炭素の排出量が多くなる車ほど、課税が多くなるような制度もあるんだぜ。そんな制度があったのね。イギリス政府はトヨタに資金提供を行い、プロジェクトを始動させたんだぜ。しかし、先ほど述べたがトヨタを裏切ったイギリスがなぜ、トヨタに開発依頼をする運びとなったのか、気になるよな。知りたいわ。イギリス政府は何を考えているのかしら。実は理由は単純で、燃料電池自動車を作る技術力が、他のメーカーに比べると、トヨタは圧倒的だったからだ。燃料電池自動車を作るなら、トヨタがいないと始まらない、と言われるほどトヨタの技術力は高かったんだ。それはそうよね。日本の技術力は本当にすごいんだからね。トヨタは水素燃料電池自動車、未来の特許を無償で公開するなど、FCV の先駆者として走ってきたんだぜ。それに、一企業ではなく、イギリス政府から直々の依頼となれば、最高傑作となるものを作る必要があるんだ。そこでトヨタに話が来るのは当然のことだろう。でもなぜ今になってイギリスは FCV 開発を政府主導で作るということになったのかしら？国を挙げてってのはなかなかよね。技術力が必要とはいえ、裏切り行為となるようなことをしたんだよね。それに、今になってトヨタに協力要請をするなんて、おかしいわよね。あんなにも EV 化を推し進めていたイギリスが、国家として FCV 開発に動いたということは、エネルギー価格の上昇や、
資材の高騰の動きから EV に特化することに危険を感じたんだろう。イギリスが本来書いていたビジョンから大きく外れているようだね。特に資源の高騰はかなり大きな問題だったんだろう。食べ物でも同じよね。小麦粉や卵が高くなると、それを使う製品の価格も高騰するわよね。本当に、勘弁してほしいわ。自動車産業において、資源価格が高騰してしまってメーカーのコスト削減だけでは、どうにもならないところまで来ているんだ。その結果、日本でも日産リーフの69バージョンが100万円以上の値上げがされたことで話題になっていたんだ。100万円も値上げしたの？値上げのレベルじゃないわね。それらの状況を踏まえて、イギリスは改めて FCV 共同開発の着手をトヨタに依頼する形となったんだ。トヨタにとっても、もともと水素燃料電池を推していきたいという考えがあったようで、政府が関与する水素エネルギー開発に協力するというのはメリットしかなかったんだ。どんなに優れた水素エンジン自動車を作り上げたとしても、世界市場が水素に目を向けなければ、販売を促進するのはとても困難だろう。水素エンジン自動車に魅力を感じないのに、わざわざ買わないものね。流行りじゃないものは買わないと思うわ。だが、今回のように政府主導で水素エネルギーの開発をするとなれば、トヨタの水素自動車や燃料電池に需要が生まれることは、間違いないだろう。なるほどね。政府が絡むとこういうことになるのね。脱炭素、二酸化炭素削減と言っているのに、なぜ燃料電池の需要が生まれるのか気にならないか？確かに。どうしてかしら。これは、EV 車は生産コストの高さから、その価格が高騰してしまっているんだ。その結果、EV 車のニーズは下がる一方、その他の車種は人気になるんだ。二酸化炭素削減という目的を達成するためには、水素エネルギーを使った自動車を生産することが理想的であると言えるんだ。確かに、地球に優しい車ね。その他にも EV に負けず劣らずの性能機能を持ち、環境に配慮した車でもある、ハイブリッド車も、今後支持を集めるのではないかと言われているぜ。世界中で囁かれた板、これからは EV の時代というイメージが明らかに変わってきているのがわかるよな。流行りに乗ることも大切だね。トヨタはパンドラ FCV を試作車として開発している。この車は FCV のスムーズな走行、そして何より静寂性が高いのが特徴なんだ。これだけレベルの高い水素自動車を作ることができるトヨタ、そしてそのトヨタに対する密の裏切り行為から始まり、結果としてそのトヨタに泣きの開発依頼をした、イギリスにスカッとしたな。そうね。最後にはやっぱり、日本の技術に頼る羽目になるのよね。日本のトヨタの素晴らしさ、水素燃料電池の自動車の未来が見えたんじゃないか？これからもどんどん進化していってほしいな。スカッとしたところで最後に、イギリス政府からハイブリッド車の販売禁止を宣言された時、イギリス人からトヨタを支持するコメントがたくさんあったんだ。その一部をこれから紹介していくぜ。政府の考えとは反対に、イギリス人はトヨタを支持していたのね。でも確かに、トヨタまでもいなくなってしまうと、働くことができなくなる人もいるものね。あんな言われ方をしたのに、トヨタが礼儀正しく言ってくれたことに感謝しよう。これは政府が間違っている。ハイブリッド車は必要だ。電気自動車が持つデメリットを完全に取り除いている車だ。必要に決まっているだろう。ハイブリッド車は国民から支持されているわね。当たり前にハイブリッド車の販売を促進していくのが普通でしょうね。電気自動車はまだまだ完璧ではない。ハイブリッド車を残してくれたトヨタに感謝だわ。トヨタが踏みとどまってくれたおかげで、エコで使いやすい、ハイブリッド車を残すことができたのね。さすがトヨタだわ。イギリス政府は雇用と仕事をすべて消し去りたいのか？このように政府が下した決断に反発するかのように国民はトヨタを支持してくれていたんだぜ。政府はもっと、国民の意見に耳を傾けるべきだったと思うわ。確かに電気自動車は便利なものだと思う。でも実際問題、エネルギーや資材高騰は、このご時世避けては通れないものなんだ。そんな中でくじけずイギリスで踏ん張り続け、さらには未来につながる水素自動車に手をかけてくれているトヨタをほついにトヨタも隣国からの撤退準備に、大パニックだぜ。世界のトヨタからの法人税がゼロだなんて大ピンチね。続々と撤退する日本企業について、お伝えしていくぜ。よろしくね。それじゃあ早速、2020年8月12日警告メディアが、外国の企業が次々と我が国から撤退しているという衝撃の事実を報じたぜ。そりゃ、何癖の日で不買運動なんてしたら愛想つかすわよ。それが、日本企業に限ったことではないんだぜ。確かに最も撤退していたのは、日系企業でその数はなんと45社だ。45社？大脱出ね。
しかも、日本以外の企業も撤退したの？日本以外では、アメリカが35社、ケイマン諸島が10社、オランダが8社、バージン諸島が8社、シー国が7社、シンガポールが7社、ドイツが5社など、様々な国が撤退したんだぜ。余裕で100を超える企業が逃げ出したのね。しかも、C 国香港なんて同胞仲良しってアピールしてたのに、K国からの日系企業の撤退には、日本製品不買運動が大きく関係している。K国では、1965年頃から何度も日本製品不買運動が繰り返されている状態だったんだが、当時この動きが顕著に急激に悪化したんだ。不買運動が激化した理由は何なの？悪化した原因は労働問題による訴訟だぜ。日本政府も企業も1965年の請求権協定で解決済みときっぱり拒否したため、不買運動の激化につながったんだぜ。出たわ、出たわ。事実では勝てないから、天下の宝刀ゴリ押しで不買運動なのね。だぜ。この不買運動により、多くの隣国国内の日本企業に影響が出たけれど、特に自動車業界はその影響が顕著に現れているんだ。今回の不買運動を始まる直前までは、K国の国内市場において、日本車の売れ行きは非常に好調だったんだぜ。でも、2019年後半には不買運動の影響で、売れ行きが急激に落ち込んでしまった。そんな中、K国日産は2020年いっぱいをもって、K国から撤退することを正式に発表したんだ。いよいよ、撤退を決断したのね。その決め手が不買運動による売上の減少なのね。ああ、減少といっても、激減、いや大激減したんだ。大激減、半分くらいになったのかしら？いや、87.4% 減だぜ。2019年8月の売上が前年同月比 87.4% 減の、わずか58台まで減少したんだ。わあ、ほぼ9割。そりゃ、警告市場に見切りをつけるわよね。また、ホンダは隣国撤退説を否定してはいるものの、営業利益が9割も減少しとても厳しい状況だったぜ。もう、逃げて警告市場に旨味はないわよ。ただ隣国の輸入車業界では、顧客信頼度が高いトヨタとオートバイの販売力が強いホンダは、日産のように K 国から撤退する可能性は少ないと見ているようだぜ。お気楽ね。各最新の過剰摂取で脳が麻痺してるんじゃない？そして、いよいよトヨタだぜ。この頃のトヨタは2020年上半期の世界の自動車販売台数は、子会社ダイハツと日野自動車を含めたグループ全体で416万台となり、ドイツのフォルクスワーゲングループの389万台を抜き、上半期としては6年ぶりに世界一に返り咲いたんだ。絶好調、世界のトヨタの復権ね。そんなトヨタでも K国国内で、主力事業のトヨタ自動車と高級車ブランドレクサスの売り上げが減少。これはやはり不買運動によるダメージを受けたことが関係していたぜ。世界首位なのに、K国内では売り上げ減少って、いかに K 国が世界とかけ離れているのかがよくわかるわね。ただ、日産やホンダなどの苦戦までとはいかず、新たなリリースを次々と展開するなどして、不安運動が収まらない K 国国内で破格のプロモーションに出たんだ。例えば、新車を購入する顧客に事故で多額の修理費用が発生した際に、同じ種類の新車に交換する新車交換プログラムなどを実施したんだぜ。破格すぎるわね。でも大丈夫かしら？そんなことをすると、傷がついたら、事故して新品にしてもらえるってことだな。飽きたら、事故って新品交換新品売って別の車購入資金ゲットで馬？ボロボロになったら事故、ボロボロになったら事故、これで一生分の車が手に入るぜ。ってやるやつが絶対出てくるわよ。プロフェッショナル？たかりの遊戯？だからな、このようにトヨタは、激化した社会運動による売上減少への対策を講じていたんだぜ。ところが、そんなトヨタが K 国から撤退をする動きを見せて、お隣さん大慌てだぜ。キムチですら真っ青ね。2020年6月トヨタの K 国法人である K 国トヨタ自動車は、株主総会を開催し、そこで配当金として、総額219億6485よろず546ウォン約19億8000万円議決した。これは2019年の会計年度の同期純利益と完全に一致する金額だったんだぜ。株主総会といっても株主は日本のトヨタ自動車だけなので、昨年1年の利益をそっくりそのまま日本本社に送金したということになる。つまり、K国トヨタには売上を一言たりとも残さなかったってことなのね。その通り。そしてこの動きは明らかに撤退準備段階であると考えられ、トヨタが我が国からお金を持ち出したと K国では騒ぎになったんだ。我が国からお金を持ち出したって、こっちがちゃんと物売って稼いだ金じゃないの。盗んだみたいに言うんじゃないわよ。それはそっちの得意技でしょ。
だな、トヨタは自らの稼ぎを回収しただけ、あくまでも正当な権利だ。しかもこのような配当として資金を自国へ引き上げるような手法は、何も自動車業界に限ったものではないんだぜ。他の業界でも警告にお金を置いとくのはまずいってなってるのね。防犯対策は大事だと思うわ。その通り。例えば、金融業界では警告で SC 第一銀行を運営する警告スタンダードチャーター銀行が似た動きをしていたようだ。同行が前年に行った配当は6550億ウォンで、これは当期純利益よりも多い額ですが、配当額が利益額よりもはるかに上回っている。その年の利益だけじゃなく、以前の利益も自国に引き上げたってこと？そういうことだぜ。警告に対する警戒心半端ないわね。さらに種類業界では、警告ビールの二大巨頭の一つである OB ビールで同じような動きが見られた。前年純利益は2743億ウォンだったが、配当はそれを大幅に超える4290億分。警告スタンダードチャーター銀行と同様に利益を得たのに、手元のお金が減ったということになるんだぜ。こういった事例を踏まえてトヨタのように、配当という形で資金を軽国から国外に引き上げている企業は、特定の業界に限らず存在している。またこの動きは日本企業だけのものではなく、世界的な流れになっているものと考えられるぜ。日本企業だけじゃないのね。日本企業は、不買運動とかの日によるダメージがでっかいのはわかるわ。でも、日本以外の外国企業が日本と同じかそれ以上に撤退を進める動きをする理由はなぜのかしら？日本企業以外の、海外企業も撤退を進めている理由としては、政治と経済の結びつきが強すぎる。国同士の約束を守らないという側面がある。法人税が高い、などという声が上がっていて、外国企業にとって警告に拠点を置くのはリスクになると考えられているようだぜ。日本製品不買運動も煽りを受けた売上の影響は、短期的なものなのかもしれないが、そもそも警告市場の特性を踏まえると今後、隣国で事業を続けても企業にメリットは望めない、と総合的に見て判断されたんだと思うぜ。お隣さん、日本以外でも国同士の約束を守らない国認定されてるのねう。さて、霊夢。一連の警告の不買運動は日本企業にどれだけダメージがあったのか知っているか？さすがにね、日産ホンダも売上がほぼ9割減ってるし、トヨタも身銭を切ったキャンペーンをしてるじゃない。そうだな、ここまで売上が減少すると各企業としてのダメージが、確かに警告市場でのダメージはありはしたが、日本企業は C 市場を相手に売上を伸ばしたんだぜ。むしろ、リスクの高い警告市場をさっさと損切りできたおかげで、C 国などに集中できたから、グループとしては売上アップできたのね。だぜだぜめったに言うことはできないけど、今回だけは警告に言いたい。本当に感謝します。ではこの記事についていくつか反応が寄せられているのでその一部をお伝えしていくぜ。仮に警告でビジネスをするにしても、マネタイズまでのスパンが、極端に短いビジネスモデルしかできない警告でしっかりと目を張って、長期的にビジネスを育てたいという既得なビジネスもんはいないさ。どうしても警告でビジネスをするなら警告にお金は残さない。すぐに引き上げる。これだけはアドバイスしておくよ。税金のことを考えれば、シンガポール市場規模を考えれば、C 国従業員の安全を考えれば、日本人件費を考えれば、東南アジア警告はビジネスをする選択肢には入ってこないが、いろんな国でビジネスを展開する友人が警告はストライキによって業務が停止するリスクが高い。しかも、法律によって要求を飲む以外の選択肢がないに等しいと言っていたよ。なんて国なのよ。警告にほどハイリスクローリターンの国はないよ。以上が反応の一部だ。どうやら警告はビジネスをする上であまり魅力的な国ではないと思われているようなんだぜ。ここまでは日本企業による隣国からの撤退という話だったが、逆に警告企業の日本からの撤退について解説するぜ。日本は不買運動なんて低俗なことはしないじゃない？そうだ、その企業はヒュンダイってメーカーなんだけど、霊夢は知ってるか？もちろん、知ってるわよ。今はヒュンダイじゃなくてヒョンデでしょ？確かに、この動画を見てくれてる視聴者さんから今はヒョンデだろとお叱りのコメントをいただいたが、それに、ヒュンダイの方が使われていた時期が長いしメジャーな呼び方だもんね。天下のヒュンダイ様だが、確かにリコールや訴訟も起こされて車も話題も炎上しっぱなしだけど、警告ではナンバーワンの自動車メーカーなんだ。そのヒュンダイが今年になって日本に進出してくるんだぜ。ただ、このヒュンダイ、実は過去にも日本に進出してるんだ。そして、トヨタとホンダに喧嘩を売った結果、泣く泣く撤退したんだ。
喧嘩売る、泣きながら撤退するまでは、ケイ国の伝統芸能みたいなものね。そう、これからその伝統芸能もとい、ヒュンダイ自動車の日本進出と涙の撤退、再進出について解説するぜ。ワクワクが止まらないわ。さていろいろと問題のあるヒュンダイだが、一応、稀に、もしかすると、ほんの少しだけ、れっきとした自動車メーカーだ。めちゃくちゃ頑張って自動車メーカーって言ったわねう。さて、このヒュンダイ、エンブレムはトヨタとホンダを足して2で割りましたって感じなんだ。エンブレムなんて、会社の顔みたいなもんなのに、早速パクリ感すごいわね。ヒュンダイは日本での知名度は低いが、世界的な自動車メーカーなんだぜ。確かに自動車メーカーのランキングにおいて2000年頃は、1位 GM、2位フォード、3位にトヨタが来て、ヒュンダイは11位だから、この頃はまだまだ大して自動車メーカーではない。そうね、10位にも入ってないものね。ところが、10年後の2010年にもなると、1位トヨタ、2位 GM、3位フォルクスワーゲンと来て、ヒュダイは4位と一気に順位を上げてきたんだぜ。10年で7位も上昇してきたの？そうなんだぜ。4位ともなると警告の企業としては立派に大企業だ。そうよね。だって、日本でも大企業と言われるホンダ日産マツダよりも上位ってことだものね。だな。現在は1位フォルクスワーゲン、2位トヨタ、そしてヒュンダイは5位と、やはり世界的な企業と位置づけになるんだ。すごいわね、思ってたよりも大きな自動車メーカーなのね。そうなんだ。ただヒュンダイが躍進した2010年、日本から撤退してるんだぜ。ジャパンクオリティの壁ナイスセーブじゃないってか、そんな前からヒュンダイは日本に進出してたのね。ヒュンダイが日本に進出してきたのは2001年で、その頃は警告のドラマなどのブームもあり、両国の関係は良好だった。だからヒュンダイはノリで日本に進出してきたんだ。ノリで日本に進出してくるのやめてほしいわう。さて、このヒュンダイ、ノリで日本に進出したのはいいけれど、特に武器となるような技術もなかったので当然苦戦。そして、2004年に突然ひらめくんだぜ。嫌な予感しかしないわ。トヨタにハイブリッド車の技術の提供を要求してきたんだぜ。だが、そんなものいいですよという返事が出るはずもなく、それで諦めないのが警告。あげるわけねえだろう、出直してこい。その通りだ。トヨタは1997年にプリウスを発売するまでに、1992年に EV 開発部というところを作ったんだ。だから、発売までに5年、さらに2004年までの7年間の合計12年もの間、技術を開発し熟成させてきた。そして、その12年ものの技術をクーダサイとしてきたんだ。帰れ、帰れ、12年後に出直してこい。これにはヒュンダイもさすがに諦め。今度は共同開発をしましょうと言ってきたんだ。共に同じくするって書いて共同なのよ。トヨタよりレベル低すぎて、技術盗む気満々じゃない。正解だぜ。懲りずに次はハイブリッドのメカニズムの販売を要求してきて、当たり前のように全て即却下された。そして最終的には、自分たちで研究開発するので EV の部分だけ売ってくれませんかと言ってきたんだ。それにトヨタは800万の提示をしたが、高すぎるという理由でお断り、しかもデマを言いふらしたんだぜ。わ？オチが急展開すぎよ。800万ぐらい出しなさいよ。なんでデマを流すことになんのよ。ま、根拠なさすぎてトヨタは全く相手にしなかったんだぜ。さすが世界のトヨタ系黒人の扱いにも慣れたものね。それでも、ハイブリッド車を諦められないヒュンダイ。仕方なくクリニックという小型車をパナソニックの電池と、三菱のモーターを使ってハイブリッド化、観光庁に対してリース販売したんだ。プライドのかけらもないわね。それがこのハイブリッド車、ヒュンダイの執念が実ったのか前代未聞。まさに画期的。ガソリン車より、燃費が悪かったんだぜ。電気の力はどこ行った？何に使ってんのよ。さすがのヒュンダイもこれでハイブリッド車に懲りたのか、狙いをディーゼルに切り替えた。節操がなさすぎよ。だがやはり、日頃の行いが悪すぎたのか？2007年に原油価格の高騰を起きて、軽油の価格が高騰、ディーゼル車、全く売れませんでした。大満足のざまあね。そして、再度ハイブリッド車に狙いを定めたんだ。え？再度、繰り返しお伝えします。マジ節操ねえなう。しかも、次の狙いはホンダ宝かにホンダを追い抜くと、宣言した。次の作戦は LPG とガソリンのハイブリッドだぜ。LPG？ 液化天然ガスのことで、燃費が非常に良いなど特徴があるんだぜ。いい感じのハイブリッドね、これならバッチリね。からの、もう、霊夢も慣れたもんだぜ。期待通り、今度は肝心の LPG を補給するスタンドがなかったんだぜ。
無駄。それは JOJO のスタンドだぜ。無駄だったのは合ってるけど、今回はガソリンスタンドとかのスタンドだぜ。要するに、燃費の良い車は作れたけど、そもそも、その燃料を入れるスタンドがないし、そんな急に作れるもんでもなくって、全然、売れなかったんだぜ。その結果、2010年にヒュンダイは泣く泣く日本から撤退したんだ。長かったわ、もうお腹いっぱいよ。だが、10年以上の沈黙を破ってヒュンダイは日本に再上陸するんだ。こっちこんなってう。まあ、ヒュンダイはやはり警告の企業だけあって、考えるより体が先に動く行動力だけはすごい企業のようだ。ただ、日本にはトヨタやホンダなどが、長年築き上げてきた技術の壁がある。いくらヒュンダイが行動力があって、それが世界で受けたとしても、それが日本で受けるとは到底考えられない。きっとまた、そう遠くない未来で、泣きながら撤退するヒュンダイの姿を見れる日が来るだろう。では、このヒュンダイについても反応が寄せられてるので、その一部を見ていくぜ。よろしくね。国と国の約束ですら守れないのに、会社と会社の約束を守れるだろうか？きっと無理でしょうね。仮に警告でビジネスをするにしも、マネタイムズまでのスパンが極端に短いビジネスモデルしかできない。警告でしっかり根を張って長期的にビジネスを育てたいという既得なビジネスマンはいないさ。絶対にいないと私も思うわ。どうしても警告でビジネスをするなら警告にお金は残さない。すぐに引き上げる。これだけはアドバイスしておくよ。どうやら、警告はビジネスをする上で、あまり魅力的な国だと思われてないみたいだぜ。警告人自体の信頼度が低いことに原因がありそうね。視聴者さんの中には、ビジネスをされている方もいるでしょうけど、絶対にこんな相手はビジネス相手としては選ばないでしょうね。税金のことを考えればシンガポール、市場規模を考えれば C 国、従業員の安全を考えれば日本、人件費を考えれば東南アジア、警告はビジネスをする選択肢には入ってこないな。いろんな国でビジネスを展開する友人が、警告はストライキによって、業務が停止するリスクが高い。しかも、法律によって要求を飲む以外の選択肢がないに等しいと言っていたよ。なんて国だ。軽国ほどハイリスクローリターンな国はないよ。そもそも、ビジネスをする上で、選択肢として上がってこないのかもしれないぜ。その上、警告に対してはリターンよりもリスクばかり感じてるみたいね。ヒュンダイなんていつもリコールしてる気がする。しかもリコール後でも異常が続いている。どうなっているんだ？うちの国じゃ、買い物から帰ってきたら駐車場に止めてあった白のヒュンダイが、燃え尽きて真っ黒になってたって笑い話があるくらいだぜ。前は安く売れてたみたいだけど、安かろうが悪かろうが、今は誰も買わないよ。異常が海外の反応の一部だぜ。ヒュンダイに対して呆れているような反応が多くあるんだぜ。やっぱり日本以外でも爆発物としての知名度は高いみたいねう。最初は安さで売れてたみたいだが、徐々にそのヤバさがバレて誰も買わなくなったみたいだぜ。ほんとお隣さんは、日本進出を盛大に失敗したり、自国から外資企業が撤退したり、ビジネスが下手ね。だな。今や日本だけでなく、多くの国が警告という市場に見切りをつけて脱出してるぜ。未だに、警告でビジネスを続けている企業も決して警告でビジネスをするリスクを理解していないわけでなく、売上をすぐに自国に送るなどの対策に余念がない。その上、海外でのビジネスにも失敗となると、軽国がビジネス後進国となる日は、そう遠くないだろうぜ。お隣の C 国などは、その市場規模の大きさから多少のリスクはあろうと企業は参入していますが、特段のメリットがない警告では、ただたリスクのみが悪目立ちしているようね。チャンネルの感想ですが、何をでっち上げられて、国内の感情常識で訴えられるかわからないし、そのでっち上げの訴えに対して裁判所が法律を無視して判決を出す国、おまけにわがままで、すぐにストライキを起こす労働者、どこの企業もこんな国でビジネスをしたくないだろうな。私は日本が大好きです。今日は WBC で強い信仰を得たように見えるチェコと日本だが、実は100年も前から信仰があった話を解説するぜ。WBC で見たチェコの国民性は、素晴らしいものだったわ。自動車大国のチェコと、水素技術世界ナンバーワンの日本。この最強タッグで深まる絆は、一言では表せられないものだ。今日はものすごく感動できそうな話だわ。チェコという国を知っているよな。もちろんだわ。今年ワールドベースボールクラシックで、1次ラウンド日本と対戦した国だものね。この影響で知った人も多いぜ。結果はチェコの大敗だったものの、日本相手に決して諦めない姿や、爽やかな戦いぶりに賞賛を集めたわけだな。その結果チェコという国名は、一躍日本で有名になったんだ。J
チェコの国民性は、なんとなくわかったけれどどんな国なんだろうね。チェコはヨーロッパの中心に位置しドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキアの4カ国に囲まれた内陸国だぜ。ピルスナービール、ボヘミアガラスなどガラス加工が盛んなんだ。伝統工芸も潤っているのね。温泉地や歴史的建造物を残す都市もあって、プラハ歴史地区は世界遺産にも登録され、特に有名なところなんだな。観光地としても、大きな産業になっているのね。だがそもそもチェコが日本とどんな関係にあるのか、知っている方は少ないだろうな。そうね、どんな関係があるのか全く知らないわ。WBC の影響で知ったくらいだからね。実は日本とチェコは2020年で外交関係を開設してから、100周年を迎えているんだ。いやいや、100年前と言ったら日本は大正時代だわ。このふさわしい年目には、日本各地で展示会や演奏会など開かれていたんだぜ。何のために行われていたのかしら？チェコと日本の親交を深め文化や伝統、芸術作品や製品を通じて、チェコの魅力を知ってもらうためだったんだ。素敵なイベントだね。当たり前に使っている製品の中には、もしかしたらチェコ由来のものがあるかもしれないわね。チェコと日本に、そんな長期にわたる関係があったなんて意外だよな。しかも外交関係があっただけではないんだ。そうなのね、どんな関係だったのかしら？なんとチェコは、知られざる親日国だぜ。日本とチェコは長年にわたり様々な面で、協力体制を敷いていたんだ。そもそも親日国ってどんな意味があったかな？日本や日本人、日本文化に好意的な言動を示す非日本人を指す言葉だな。そんな親日国のチェコと、つい最近こんなことがあったから紹介するぜ。2020年にチェコは日本に水素ミッションを送り込んできたんだ。水素ミッション？知らないわ。後に詳しく説明するが、産学官連携による研究開発と、商用化を促進するために立ち上がった組織だな。オーストラリアで水素を製造し、日本へ運ぶプロジェクトもあるんだぜ。水素って何で製造されているのかしら？水素はいろんな方法で製造することが可能だ。日本で外販されている水素は、主に化石燃料を回出する方法と、化学プラントなどから副次的に発生する水素を回収、生成する方法があるんだぜ。日本の上場企業だと株式会社東芝、三菱化工機株式会社、旭化成株式会社などで水素が作られているんだ。日本にも水素を作るための装置が、多くの企業にあったのね。そうだ。だからこそ日本を水素技術のリーダーと仰いで、技術協力を求めてきたってわけだぜ。チェコと水素の関係がよくわからないわ。そうだな、いまいち結びつかないよな。チェコがなぜ水素に着目したのか、日本とチェコの深い協力体制や、水素ミッションの狙いについて深掘りし、説明していくぜ。お願いね。冒頭にあったように2023年3月11日、WBC 第1ラウンド日本対チェコ戦は感動ものだったよな。感動したわね。野球ファンには悪いけど、あんなに野球を見たのは初めてかもしれないわ。結果は10対2で日本の勝利だったが、チェコの選手は素晴らしいスポーツマンシップだったよな。賞賛の声が集まるのも納得だわ。特にピッチャーの佐々木朗希選手が、4回にデッドボールを与えてしまった場面だ。チェコのイリエスカラ選手が、佐々木選手の162キロの剛速球を膝に受けて、悶絶していたぜ。そりゃ162キロだものね、痛いに決まっているわ。だがイリエスカラ選手は、この後ダッシュで出塁して健全ぶりをアピールしたよな。その勇姿にスタンドから、拍手喝采が起きたのを覚えているぜ。現地観戦している人はもちろんだけど、テレビで見ていてもあの姿には頭が下がったわね。デッドボールを当ててしまった佐々木選手の対応も、素晴らしいものだったな。佐々木選手が途中交代でベンチに下がる際、すれ違ったエスカラ選手に、帽子を取って謝罪していたんだぜ。日本人らしい心を行動で示してくれて、さすがって思ったわ。それだけではなかったよな。2日後のことだ。佐々木選手がチェコの宿泊ホテルを訪れ、お詫びのお菓子を持って、直接エスカラ選手に謝りに行ったんだぜ。この真摯な謝罪に、チェコ代表チームの公式ツイッターがすぐさま反応し、英文でこのようにコメントをしているんだな。喜んでくれたかしら？老気佐々木がオフの日に早起きし、ホテルの前でエスカラを待っていました。そしてエスカラに、直接謝りお菓子に袋をくれたのです。リスペクト。確か日本のお菓子をあげたのよね。すぐに反応してくれるチェコ人の優しさに感動するわ。さらに佐々木選手とエスカラ選手、笑顔のツーショット写真も公開したよな。いやー、心がほっこりしちゃうエピソードだね。ちなみにこの逸話には、
後日談があるぜ。大谷翔平選手が、決勝トーナメントを戦うためにアメリカの、マイアミ空港に降り立った際だ。チェコのロゴと国旗の入った帽子をかぶって現れたんだぜ。ニュースでも大きく取り上げられていたよね。そうだな、大谷選手による、チェコへのさりげないリスペクトを表現してくれたんだろうな。もちろんチェコでも大騒ぎになり、その影響はこんなところにもあったぜ。チェコ野球協会が公式ツイッターで、チェコ帽子の全サイズが完売した、クレイジーと大喜びの様子をツイートしていたな。まさに痛々しかったデッドボールをきっかけに、日本とチェコの爽やかな関係が生まれたと思いたいぜ。日本人を代表する選手の心構えと、チェコの優しさの塊を再確認できたわね。ただ日本とチェコの親善が深まったのは、この WBC が初めてではないんだ。チェコは日本から遠い、中央ヨーロッパの国だぜ。あまり馴染みのない方も多いと思うが、実はチェコは知られざる親日国だ。世界には、タイやシンガポールなどたくさんの親日国がありますが、チェコまでそうだったなんて結構意外だと思うよな。知らなかったわ。いつから親日国だったのかな？1919年にチェコスロバキアとして独立し、この時に初めて外交関係が結ばれたぜ。そして1993年、チェコスロバキアは平和的に解体され、それ以降日本とチェコは友好的な関係を築いているんだぜ。世界各国を訪れ現地の人々と交流し、先人たちが流した汗や多くの犠牲によって、親日国であることを再確認できたわね。実際、外務省がチェコ、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、ブルガリア、ルーマニアの6カ国を対象に対日世論調査をしているんだ。チェコでは 90% 以上が、日本に好意を抱いているという結果になったんだぜ。チェコ人にとって、日本がこれほど好かれていたなんて驚きだね。この対日世論調査は興味深い結果を残したわね。当然、両国関係が深くなければ、これほど好感度が上がるはずもないよな。それもそうね、大きなきっかけがあったのかな。前にも説明したように、日本とチェコが2020年に外交関係を結び、樹立100周年を迎えているよな。100年前といえば日本は大正時代、かなり昔からお付き合いがあったことは確かだぜ。それだけ前に何が起きていたのかしら？第一次世界大戦末期の1918年4月、当時チェコはハプスブルク帝国に支配されていたんだ。その後のチェコの初代大統領マサリク氏が、亡命先のイギリスから偽名を使い、日本を訪れたんだぜ。何のためだったのかな？その目的は、ハプスブルク帝国からの独立について、日本政府の支持を得るためだ。詳細な記録は残っていないが、マサリク氏の要請に対して、日本政府は前向きに答えたと言われているぜ。日本がどんな国かわかっているからできた行動だよね。独立の支援を求めてくるなんて、当時から相当日本を信頼していたことがわかるよな。2週間日本に滞在し、その後マサリク氏はアメリカに渡り、ウィルソン大統領と会談しているんだ。アメリカ政府からも、独立の支持を得て1918年10月28日、チェコの前身チェコスロバキアが独立しているんだぜ。チェコとの関係が深いのはこれが理由なのね。もちろんマサリク氏が初代大統領に就任し、以降2度の再選を果たしているんだ。つまり日本がアメリカと共に、チェコの独立に重要な役割を担ったってことだな。実はマサリク氏の訪日以前にも、日本とチェコの間には、驚くべきエピソードがあったんだ。なんかしら？あの広島にある原爆ドーム、実はチェコの建築家が手掛けているんだぜ。え、そうなの？まさか建築の分野で関わりがあったとはね。原爆ドームはかつて、広島物産陳列館と呼ばれていたんだが、1915年にチェコ人建築家ヤン・レツル氏によって、設計されているんだな。あの原爆投下の象徴といえる建築物が、チェコ人によって建てられたなんて驚きだわ。さらに驚きだが、このヤン・レツル氏が日本で設計した建物は、まだあるんだぜ。オリエンタルホテル、宮城松島パークホテル、精神女子学院校舎など多くの建築に関わってきた人なんだ。すでに地震や戦災などで現存されていないがな。チェコの建築家とこんなに関わりがあったなんて、びっくりの連続だわ。そんな開いた口が塞がらない霊夢に、まだ驚くことがあるから紹介するぜ。栃木県にある旧イタリア大使館別荘、これもチェコの建築家アントニン・レイモンド氏が設計したものだ。今は栃木県により修復され、イタリア大使館別荘記念公園として一般公開されているんだぜ。修復したといっても建物内部は昔のまま残されていて、当時の衣装を見ることができるんだ。そんなに驚かさないでよね。日本には、チェコの建築家が携わった多くの賞が残っていたのね。今は亡きチェコ建築家の思いを、そのまま残し続けてほしいよな。日本へ訪日したマサリク氏だが、実はこれには100年後の後日談があったんだ。どんな会談を行ったのかしら？広島物産陳列館建造100周年にあたる2015年12月、
当時のチェコ下院議長であったハマーチェク氏が、広島を訪問したんだな。その際広島大学からハマーチェク氏に、原爆ドームの破片を寄贈しているんだ。その破片は1年間、チェコ下院に展示されていたんだぜ。破片をもらってどうするのかと思ったけれど、まさかの展示してくれていたのね。そして現在は、ヤン・レツル氏のふるさとであるナーホド市に展示されているんだ。これだけでも十分心が温かくなるエピソードだわ。日本とチェコの間には、昔から深いつながりがあったことを分かってくれたか？よく分かったわ。他にも信仰の分野はあるのかしら？両国の経済交流もかなり盛んなんだぜ。チェコに対して、トヨタ自動車やパナソニックなどのメーカーを中心に、270以上の日本企業が投資しているんだ。チェコも日本に対して、ドイツに次ぐ2番目の投資国となっていて、いかに両国の経済的関係が深いのかよくわかるよな。経済交流も昔からあったのかな？2003年には、当時の小泉純一郎首相がチェコを訪問し、戦略的パートナーシップを締結しているんだぜ。今年2023年で記念すべき20周年を迎えるわけだ。記念すべき、節目の年だったのね。そんな中2020年には、チェコ産業貿易省のペトル・メルバルト水素特使をトップとする、水素ミッションの訪日が実現したんだな。水素特使？水素ミッション？聞き慣れない言葉だわ。産学官連携による研究開発と、商用化を促進するために立ち上がった組織だな。チェコは2021年7月政府によってチェコ国家水素戦略が承認されているんだ。水素を活用し経済成長を促すために、世界各国で目標が掲げられているんだぜ。世界有数の水素技術を持つ日本をリーダーと仰ぎ、技術交流のために代表団を送ってきたってわけだ。日本を尊敬しているのは分かったけれど、チェコは水素を使って何かしているのかな？確かにチェコが水素と、どう結びついているのかいまいちわからないところだよな。ズバッと解決してやるぜ。チェコの水素ミッションの目的について説明していくぜ。気になっていたところだわ。チェコの水素ミッションは、水素特使のほかチェコのビジネス投資開発庁の代表者、水素関連企業5社で構成されているんだ。さすがチェコを代表して訪日しただけあって、かなり大きな規模だね。水素ミッションは、日本初の余剰電力を水素に変換する事業会社、山梨ハイドロジェンカンパニーと、世界最大級の10メガワット水素製造設備を持つ、福島水素エネルギー研究フィールドを視察したんだぜ。どちらの事業も、水素開発プロジェクトの一環だ。水素開発プロジェクトとは、何をしているのかな？新エネルギー。産業技術総合開発機構、通称 NEDO と呼ばれる組織などが支援しているんだな。訪日した代表者たちは特に、福島の水素製造装置の大きさや、作られたグリーン水素の地域での活用に関心を寄せ、驚愕していたそうだぜ。驚くほど大きいもので、素晴らしい技術だったのね。またメルバルトと水素特使は、訪日中に経済産業省、NEDO、トヨタ自動車などにも訪問しているんだ。日本にある多くの技術を、確認していたのかな。日本とチェコの水素分野における、協力の可能性について協議しているんだな。なぜチェコはここまで、日本の水素技術を頼りにしているのかしら？そうだな、前に説明したように、日本とチェコの経済的な結びつきの強さもあるが、実は日本は、世界有数の水素技術大国だ。そうだったのね、世界レベルでそう言われているのかな。水素技術特許の総合的な競争力ランキングで見ると、なんとダントツで日本なわけだ。つまり世界ナンバーワンってことだぜ。日本はそんな高い技術があったのね。しかも2位の中国に、ダブルスコアという圧倒的競争力なんだ。次世代エネルギーの有望株と言われている水素技術は、日本が握っていると言っても過言ではないってことだぜ。そやチェコが、日本に大きな期待を寄せる理由もよくわかるわね。そもそも次世代エネルギーって何のことかしら？太陽光や風力、水力、上力、バイオマスなど、自然の力を利用したエネルギーのことだ。次世代エネルギーにもいろいろある中で、なぜチェコは水素にフォーカスしたのか説明するぜ。頼んだわ。大きく3つ理由があると言われているんだ。一つ目はカーボンニュートラルの対応だぜ。カーボンニュートラル？聞いたことはあるわね。二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることだ。欧州連合の一員であるチェコは2050年までにこれを実現すると目標に掲げているんだな。そこでチェコもいろいろな次世代エネルギーを使いたいところだが、何でも使えるわけではなかったんだ。どういうことかしら？チェコは内陸国であること、日射量や風量が少ない土地柄であるんだな。
だから残念ながら太陽光発電や風力発電に期待できないんだ。もともと稼働している原子力発電を利用した水素の製造に舵を切ったってわけだぜ。チェコにとって水素を使うことが最善策だったのね。そうだな、言い方を変えるとチェコには水素しか選択肢がなかったってことだな。またチェコが自動車産業に強い工業国であることも背景にあるんだ。そしてこれはあまり知られていないが、チェコはタトラとヒコダという世界で最も古い自動車メーカーを2つも抱えているんだぜ。旧車好きにはたまらないかもね。チェコのプラハ国立技術博物館には展示されているようだな。紛れもない工業国だわ。自動車の普及率が高いのね。世界から見てもレベルが高いのかしら？人口あたりの自動車生産台数は日本やドイツ、アメリカを抜いて堂々の世界2位だ。チェコはかなりの自動車大国なんだぜ。なぜ自動車産業と水素が結びつくのか。思い出したわ。日本にも水素で走る車があるわ。そうだ、日本でも見かけるようになった水素自動車や水素ステーションだ。確か環境にものすごくいいのよね。燃料が水素だから二酸化炭素を出さず、排気ガスのほとんどが水蒸気ってことだからな。水素自動車は環境に優しい車として世界中で期待されているんだ。つまりチェコはお得意の自動車産業で水素を活用しようとしているわけだな。自動車大国のチェコと水素技術世界ナンバーワンの日本、最強のタッグじゃないの。チェコはどんな施策で進めているかしら？実際チェコは2022年末までに水素ステーションを3カ所設置しているぜ。さらに2023年末までに追加で6カ所も設置する計画を打ち出しているんだ。ものすごく応援したくなったわ。これだけじゃないぜ。水素ステーションを設置する計画と、現在イギリスや日本では水素タウン、つまり水素を活用したモデルタウンの建設が進められているんだ。実はチェコにも同様の計画があるんだぜ。あらゆる技術を駆使して自国で活用するのは良いことだね。チェコ第3の都市オストラバ、かつては炭鉱町だったな。チェコ産業を支えた鉄の町だね。この都市が今ではクリーンな水素技術の最前線になっているようだ。水素地区となるエリアはフラブーフ化と呼ばれていて、国の支援を受けて100ヘクタール超の土地を再開発しているぜ。水素スマートシティ構想をコンセプトとして IT、サイバーセキュリティ、住居、交通など様々な技術を組み合わせて開発しているんだ。近未来都市って感じだね。そしてエネルギー安全保障の問題があるんだな。カーボンニュートラルという課題があるとはいえ、世界は未だに石油、天然ガス、石炭などの化石燃料に依存しまくっているよな。もちろんそれはチェコも例外ではないんだ。世界的に見ても、化学燃料の依存は大きな問題だよね。ここには欧州特有の事情があるんだぜ。それはロシアによるウクライナ侵攻だ。これまで欧州は多くの天然資源をロシアに頼りまくってきたんだな。だがそんな危ない国にエネルギーを依存することはできないんだ。そりゃそうよね。できればロシアから手を引きたいって思うのは自然だわ。そんな背景から欧州各国はロシア依存の脱却を掲げているんだぜ。だからチェコもロシア産の化石燃料に頼ることができないわけだ。水素技術の開発を急がなければエネルギー不足に陥ってしまうリスクが出てきたんだな。そのリスクは大きいわね。ここまで説明してきたようにチェコは太陽光や風力に期待できない課題があるわけだ。そしてロシア問題もあるから化石燃料の確保も十分にできない課題もあるぜ。だからこそチェコは水素エネルギーへの転換が急務なんだ。そうだったのね。これでチェコと水素の関連がよくわかったわ。これらの背景を踏まえ、親しみがあって水素技術大国でもある日本と技術協力を進めたいってことだぜ。日本の技術が他国のためになるなら、ぜひ活用してほしいものね。日本とチェコは歴史的、地理的、文化的に全く異なる状況で発展を遂げてきたんだ。第二次世界大戦後の東西冷戦時代には、日本は資本主義陣営、チェコは共産主義陣営と対極の陣営に属していたほど異なる状況があったんだぜ。まさにそれまでの経歴は、関係ないって証明されたわね。チェコを知るきっかけになった WBC、ここで見せたチェコの国民性からも、深く繋がれる意味がよくわかるわね。その通りだ。両国は様々な交流を通じて、相互の文化や技術への敬愛を育んできたわけだ。そして今や日本とチェコは、基本的な価値観やエネルギー戦略を共有する重要なパートナーであることに間違いないな。これからも日本としては親日国チェコとの親密な関係を続けていきたいものだぜ。身近にチェコの国民性を知ることができた WBC に感謝するわ。WBC での進行は今後、より深く結びつける大きなきっかけになっただろうな。そんな愛あふれる国と友好関係を持てることにも感謝しないとね。信頼って簡単に作れるものじゃないから、これからも長く大事にしてほしいわ。今回はお隣さんの作った車が
日本のトヨタを真似したのに全く売れなかった件について紹介していくぜ。真似をされた車は、なんと日本のプリウスなんだ。そして真似をした会社は、お隣さんを代表する2大企業の一つヒュンダイというメーカーで、2020年よりヒョンデという名称に変更された会社でトヨタのプリウスそっくりのハイブリッド車を作り出し、それなのにお隣さんは独自開発しましたと堂々と発表してしまったんだ。パクった車を独自開発したってこと？バカじゃないの？その車は、アイオニックという車なんだ。でもすぐに欠陥品だと言われ始めたんだぜ。それに真似したことがバレてプリウスハンターなんて言われてしまっているぜ。あだ名に社名が入ってしまうなんてよっぽど似ているのね。ああ、見た目だけでも、かなり似ていたらしいぜ。ヒュンダイは、これ以外にも多くの問題が重なって業績が悪化していたんだ。当時は安価で粗悪という評価だったヒュンダイとは反対に日本のトヨタやアメリカのゼネラルモーターズの売り上げは急上昇していたぜ。だから、ヒュンダイがこの窮地を乗り越えるための切り札として目をつけたのが、トヨタのプリウスだったということなんだ。そこでのヒュンダイの戦略はエコカー戦略だったらしい。なるほどね。エコカーは、今でこそ当たり前になってきているけど当時はまだ、エコカー時代を迎えたばかりだものね。その通りだ。当時のエコカーの比率は、まだ 2.1% に過ぎなかったが、今もエコカーは売れ続けているだろ。でも、ヒュンダイの技術だけでは限界があるためトヨタに技術をくださいとお願いしたんだ。はじめは、トヨタにハイブリッド車の技術移転をお願いしていたが、その次はなんと、ハイブリッド車の共同開発と OEM 販売まで提案してきたんだぜ。共同開発は何かメリットがあるの？共同開発をすることで、スピーディーな開発を実現できるのと開発をする上で伴うリスクの分散ができるんだ。あともう一つ開発技術製品の知的財産権の権利を活用できるんだぜ。知的財産権の権利？知的財産権は、何かを作り出した時にその創作者に与えられる勝手に利用されない権利のことなんだ。だから、本来であればトヨタの持つ権利なのに共同開発という形を取ることで、その権利がヒュンダイにも渡ってしまうということなんだぜ。なるほど。他のメーカーに、追いつかないといけないヒュンダイにとっては、メリットでしかないわね。じゃあ、OME 販売もヒュンダイにとってのメリットだらけなの？ああ。OEM とは、メーカーが発注元のブランドの製品を製造することなんだ。他にも、発注元が企画や設計を行って、製造のみを他のメーカーが行うなど、様々なパターンがあるんだぜ。つまり、OEM 販売は、トヨタのプリウスをヒュンダイの工場で作ってそのままヒュンダイが販売することなんだ。これをヒュンダイが提案してきたということになる。なるほど。日本のトヨタ側が、それをお願いするのとヒュンダイ側がお願いするのとでは違うものね。ああ、しかも、これだけではないんだ。ヒュンダイは、トヨタにハイブリッドメカニズムの販売まで求めてきたんだ。確かに、今はトヨタだけではなくいろんなメーカーがエンジンとモーターの動力を掛け合わせて走るハイブリッド車の製造に力を入れてるものね。でも、ヒュンダイも諦めが悪いわね。トヨタはこの要求たちに対して、どう対応したのかしら？もちろん、トヨタはこれらの要求を全部拒否したんだぜ。まあトヨタの対応は当然ね。ヒュンダイが要求してきていることは、何もせずにトヨタの技術をもらいたいと言っているのと同じよね。どうしてメリットがヒュンダイだけにしかない提案にトヨタが乗ると思っているのかしら。そしてこの後、ヒュンダイはハイブリッド車の開発を諦めて、ディーゼルの分野に路線変更したんだ。あまり日本は、ディーゼルのイメージが薄いからかディーゼルの分野でなら、日本のトヨタに対抗できると思ったのかもしれないな。確かに日本では、商売で使う車だとディーゼルを使っているイメージだけど、普通の乗用車は軽自動車でディーゼルを搭載しているものはあまり走っていない気がする。そうだな。でも実際は、ディーゼルエンジン技術など日本は特許出願数は世界一なんだぜ。しかも、ドイツと並んでディーゼルの主要な特許を独占しているんだ。ディーゼルエンジンは有害排出物質が問題視されているが、日本はそんな環境分野でも有害排出物質の低減技術で、米国を抑えて1、2を占めているんだぜ。へぇ、日本がディーゼルの分野でもそんなに優れているなんて驚きだわ。じゃあ、せっかく路線変更したヒュンダイも勝ち目がないんじゃないかしら。その通りだ。ヒュンダイの予想は、大きく外れてしまったんだ。しかも、その当時ちょうど原油が高騰していたらしい。そして、何よりも大きな打撃はお隣さんにはディーゼルの動力になる軽油を作り出すための技術が、なかったんだ。だから結局、軽油はガソリンよりも高いものになってしまったんだぜ。
これらの理由で、ヒュンダイは路線変更したディーゼル分野も諦めることになったんだ。そして結局たどり着いたのは、最初に言っていた電気自動車だったんだぜ。あらま、そこに戻ったのね。ああ、そして、トヨタに最後まで全く相手にされなかった、ヒュンダイは、トヨタのハイブリッド車に対して嫌がらせをしたんだ。え？嫌がらせって、どんな？根も葉もない噂を流したりしたんだ。例えば、トヨタのハイブリッド車は、5000ボルト以上の高圧電流を使っていて、感電すると大変だとかいう噂だぜ。実際に確かに通常のガソリン車には使用されていないバッテリーやモーターがあるから。高電圧ではあるんだ。もっとも高電圧の、電気回りになると200ボルト以上の電圧がかかるみたいだ。初代のプリウスは288ボルトのバッテリー電圧を使用していたが、現行のプリウスではそれを昇圧して600ボルトで使っているんだ。なるほど。じゃあヒュンダイの言う、5000ボルトは到底ありえない数字だったのね。ああ。しかも、高電圧化するということは回路を流れる電流を小さくできるため、回路の発熱のような損失が改善されて、システムをコンパクトにできるんだ。システムをコンパクトにすることで部品の小型化や集約化が進んで新たな装置の組み込みが可能になったんだぜ。だから、高電圧化は悪いことではないんだな。しかも、車両システムがオフになれば高電圧系も連動してオフになるようにできているから万が一、事故があっても安心なんだぜ。さすが、日本のトヨタね。そんなこんなで、日本の自動車メーカーすべてが、ヒュンダイの存在を無視するようになってしまったんだ。そうなるわよね。ヒュンダイは、最初から自分たちで開発しようなんて全く思っていなかったんじゃないかしら。ちなみに、トヨタのプリウスは1997年から製造、販売されていて世界で初の量産ハイブリッド専用車なんだぜ。さらに、ハイブリッド専用車のブランドになっているんだ。しかも、2014年以降の F1 マシンは全車両が、ハイブリッドカーとなっているらしいぜ。そして、この日本のブランドを、ヒュンダイが真似したということだ。実は2015年くらいから、お隣さんではプリウスによく似た、ハイブリッド車を開発しているという噂が流れていたらしい。開発の初めの段階では、2年後にはホンダを超えるなんてことも言っていたようだ。あらあら、すごい自信ね。当時、お隣さんはウォン高の時期で、国際競争力が低下して輸出の採算が取れず輸出産業が低迷状態だったんだ。だから、その状態から回復するための一手がアイオニックの開発だったんだな。これが、いわゆるプリウスの丸パクリと言われているものみたいだ。お隣さんの自動車の製造技術は、日本が提供したものだから独自で開発したものなんて、一つもないわね。そう思うかもしれないが、アイオニックのハイブリッド技術は、日本からお隣さんには何も提供していないからある意味、お隣さん独自の開発なのかもしれないな。ええ、そうなのね。なんだか、踏み落ちないわね。アイオニックは2016年1月7日に、世界初披露されて1月14日にお隣さんで、新型環境対応車として発売を開始したんだ。アイオニック最大の特徴は、エンジンで、業界トップクラスの、最大熱効率 40% を達成した、新開発の 1.6 リットル直噴カッパエンジンを搭載したんだぜ。いきなり、業界トップクラスだなんてすごいじゃない。ああ、2016年3月には、ニューヨークで開催されたモーターショーでヒュンダイのアイオニック PHV 車が発表されたんだ。そこで、ヒュンダイは、ハイブリッド車で世界最高の燃費が目標ステレオタイプのハイブリッドを打ち破ると自信満々に言っていたそうだ。ええ、確かに、目標を口にすることは大切だというわね。アイオニックは、電気でもガソリンでも走行が可能な PHV 車で、電気とガソリン両方のモードでスピードと燃費とバッテリーを同じレベルまで仕上げたんだ。なんだか、さっきまで聞いていたヒュンダイとは大違いね。そうだな。しかもそのモーターショーでは、同じ会場で日本のトヨタがプリウスの PHV 車を展示していたんだ。そして、トヨタはモーターのみのモードで最大航続距離が約65ム以上だと、発表していたらしい。それに比べて、アイオニックの PHV 車はモーターのみのモードでの最大航続距離が40ムだと発表したんだぜ。つまり、トヨタに比べると、モーターのみのモードでの走行に約20ム以上の差があったんだ。この頃、ちょうどトヨタのハイブリッドシステムの特許期限が切れ始めた時だったそうだ。なるほどね。もしかしたら、トヨタは最初からお隣さんに真似されることを予想していたのかもしれないわね。そうだな。
アイオニックの販売当初に、トヨタはお客さんが、プリウスのデザインに飽きてきたからデザインを変えましたと言っていたそうだ。アイオニックの基本のコンセプトは、プリウスと同じ5ドアでハッチバックボディだぜ。ハッチバックボディって？コンパクトカーに多いボディタイプで、ワゴンのように大きな荷室を持つものではなくて小型の荷室を持つタイプだ。なるほど。そして、アイオニックは、通常のハイブリッドとプラグインハイブリッド、電気自動車の3つの動力源があるんだ。そして、この3つの中から選べるようになっているみたいだ。この3つは何が違うの？ハイブリッドは、エンジンとモーターの2つの動力源で走行する自動車のことで。2つ目のプラグインハイブリッドは、自宅や街中の充電スタンドで充電が可能な電気自動車のことだぞ。三つ目の電気自動車はバッテリーの動力だけでモーター駆動する自動車のことだぜ。なるほど。聞いたことはあるけど、違いまでは知らなかったわ。他にもたくさんの機能が備わっていて、世界初となる独自の新機能として、精密地図のナビゲーションを活用した省エネ運転支援システムのエコドライビングアシスタントシステムを搭載。これは、GPS 情報で経路前方の上り坂や下り坂を予測して能動的に、バッテリー充電や放電管理を行うシステムなんだ。そして、歩行者検知機能付き自動緊急ブレーキ AED も搭載。これは、今の車にはほとんど搭載されているわよね。そうだな。自動車が障害物を感知して衝突に備える機能で運転者への警告やブレーキの補助操作を行うものだな。他にも、スマートクルーズコントロールといって運転者が設定した速度を自動で維持する機能が搭載されたんだ。これは、高速道路の走行には、とても便利な機能よね。ああ。他にも、車線逸脱防止支援システムもオプションとして選択が可能になったんだぜ。これは、自動車が走行中に車線を逸脱することを防ぐ機能のことだ。居眠り運転や、脇見運転での事故防止になっている機能よね。それにしても、こんなにたくさんの数の機能が一気に搭載されたなんて、すごいわね。でも、ずっと車の製造技術に磨きをかけていた日本のトヨタが、搭載したのではなく、急に真似をし始めたヒュンダイが一気に搭載したとなると、不具合が怖いわね。そうなんだ。ヒュンダイの車は1台でも故障した事実が出てこれば、他にもほぼ100故障するとされているんだ。なぜかというと、部品自体の設計に欠陥があると思われるからなんだぜ。大量に欠陥品が見つかれば、単に個別のミスだけでは済まされないものね。そうだな。ヒュンダイは、2021年2月に世界で販売が開始されたんだ。しかし、3日で8万台以上のリコールが発表されたそうだ。やっぱり。その時に発表されていた新電気自動車が、アイオニック5と呼ばれているものになる。発表から3日後のリコールは、世界でも衝撃的なニュースとなったんだ。リコールの内訳は、コナエレクトリックが7ヨロズ5680台、アイオニックが5716台、電気自動車のバスが305台だったそうだ。このうちの、約2万7000台は製造結果が発見されたんだ。リコールとなった理由は、15件の出荷事故が報告されたことだったらしいぜ。原因は何だったの？原因は、バッテリーシステムに出荷の恐れがあり、全車両が搭載している駆動用バッテリーを交換することになったそうだ。自動車用大容量蓄電池として使用されているリチウムイオン二次電池は、破損によるショートや過充電などが原因で出荷することがあるんだ。電気自動車に限らず、スマートフォンやモバイルバッテリー、デジタルカメラ、電子タバコなど身近なプロダクトにもリチウムイオン電池が使われているわよね。そうなんだ。東京消防庁管内では、電池の発火が原因の火災件数が急増しているということで注意喚起も出しているんだ。情報によれば、コナエレクトリックのバッテリーは2種類のものがあるそうだが、1台あたりの交換費用は平均で、約117万円程度、総額では950億円。しかも、リコールされた電気自動車のうち約2ヨロズ7000台は、お隣さんの国内のものだったが、約5ヨロズ5000台は海外で販売されたものだったらしい。あらま、世界初披露されてモーターショーまで開かれていたのに、すごく残念ね。そうだな。リコールとなった、コナエレクトリックの場合何らかの原因で電池内部でのショートが起きやすい不良なセルが紛れていた可能性が高いみたいだ。こんなに多くのリコールが出たお隣さんだが、それにまつわることで、実は過去にこんなことがあったみたいだぜ。それは、2019年10月にもリコールがあり、その時に、バッテリーを改良型に変更したんだ。しかし、翌年の2020年6月に、その改良型のバッテリーで火災事故が発生したらしい。え？
改良したんじゃないの？おそらく、今までお隣さんは、日本から技術を与えてもらうだけで何も考えずに、ここまでやってきたのかもしれないな。だから、何か起きた時に完璧な対応ができないんじゃないか。ということは、お隣さんにはいくら技術を提供してもそこから前進することができないのかしらね。ちなみに、日本における2019年のリコール件数は国産車が229件で、対象台数は約990万台、輸入車が186件で、対象台数は約65万台、合計で415件。対象台数は約1053万台に及んでいたようだ。リコールは、どんなに信用のあるメーカーでも起こるものなのね。ということは、やっぱり、その後の対応の仕方が大事になってくるのね。ああ。そして今現在のヒュンダイは、ヒョンデとなって2022年に日本の乗用車市場へ再上陸を果たしたんだ傘下に、キア自動車を擁する、メガグループの一つなんだぜ。両ブランドの起源は別で、ヒョンデは三菱自動車、キアはマツダ、およびアメリカのフォードの技術をバックボーンとして発展したんだ。そして、1999年にヒョンデがキアを、傘下に収めてからはヒョンデの技術に集約されたらしいぜ。2010年に日本市場から撤退したが、撤退までの10年間で日本で売れたヒュンダイ車は、たったの1よろず5000台ほどだったんだ。しかし、2021年には世界での販売台数が日産を上回る数となっていたらしいぜ。ということは、日本市場からは消えてしまったけど海外では活躍していたのね。ああ、日本への進出は、世界198カ国目だったそうだ。ここまで到達するには、壮絶な肉食系経営が、必要だったみたいだ。三菱自動車の技術提供によってランサーをベースとする初めてのお隣さんオリジナルモデルポニーが完成したんだ。トヨタには相手にされなかったけど三菱自動車からは、技術供与まで受けられてよかったわね。そうだな。でもそのポニーを、フルモデルチェンジをして、カナダ向けに初の輸出を行ったが、その評判は散々なものだったらしいぜ。もうすでに、大手が存在している車業界で認められるのは、本当に難しいことなのね。ああ。そして、三菱自動車のミラージュをベースにコンパクトカーエクセルを作り上げて、今度は、念願のアメリカ販売を実現させたがこれも不評に終わってしまったんだ。実は、キアも1980年代に、マツダが開発を行ったフォードフェスティバのノックダウン版であるプライドを作って輸出したんだが、これも、品質評価は極めて低かったらしい。良い製品を真似することは大事だけどそう簡単にうまくはいかないものね。ああ、これらの失敗を、成功につなげるために、シャニムに技術を学んで、先進国の自動車メーカーからデザイナーを招き時には、開発チームを丸ごと引き抜いたりと努力したんだ。そして現在、ヒョンデは世界で700万台を売りトヨタを除く、すべての日本メーカーを超えているんだぜ。日本のメーカーからも技術供与を受けてその後に追い抜くなんて、すごいじゃない。これは世界で見ると、日本のトヨタ、ドイツのフォルクスワーゲンに次いで3位の位置にあるんだ。そして、若い世代をターゲットとしているためインターネットを中心とした販売手法が取られているんだぜ。購入方法については、インターネットでのオンライン販売を中心としていて、ネット販売を補完する目的で、2022年7月30日に横浜にヒュンダイカスタマーエクスペリエンスセンターが開設されたんだ。なるほど。ちゃんと時代の流れに合わせて販売方法も変えていったのね。ああ、そこでは、ヒョンデのサスティナブルな観点で室内空間が表現されていて、リサイクル素材などが積極的に取り入れられているんだ。また、ヒョンデの世界観が味わえるとともに実車も展示されていて、試乗や商談が可能で車検整備などのメンテナンスも行われているみたいだな。そして、これが今現在の日本の各主要都市である東京、横浜、名古屋、京都、福岡に置かれているヒョンデの店舗の設置につながったんだぜ。一度は撤退してしまった企業がその時の実績を超えて戻ってくるなんてすごいわね。そうだな。今から10年以上前のお隣さんの車は確かに、性能面や品質面では日本車に大きな遅れをとっていて、価格はリーズナブルな設定だが日本とお隣さんの長い政治的な対立問題もあり、安くてもあえて、それを選択するユーザーは少なかったんだ。でも、今の日本の若者に反お隣さんという感情を持つ者は少ないな。コストパフォーマンスが高くデザイン性に優れていれば、抵抗なく購入するだろう。そのような動きが、他のお隣さんの製品と同じように車にも起こるんじゃないかな。確かに、今は、お隣さんの歌手やアイドルグループが日本や世界で、爆発的なブームを巻き起こしているものね。
では、ここからはこの記事について、海外の方からたくさんの反応が届いているのでその一部だけになるが順番にお伝えしていこうと思う。はい、お願いね。お隣さんには、いくら技術を提供してもそれ以上の発展を望むのは無理だな、誰も手を差し伸べなければ、きっと。お隣さんは後退するばかりだわ。お隣さんは、学歴社会って言うけど一体何を勉強しているんだ。一番役に立っているのは、間違った歴史観だけだな。お隣さんから、ノーベル賞が出ない理由が分かった気がするわ。臨死時代には働かなかった人間が、今頭を使うこともやめてしまったのかもしれないな。臨死時代に住み着いた怠け癖は、今のままじゃ。何百年経っても抜けないわね。世界に貧しい国はいっぱいあるけど、お隣さんはそこそこ豊かなのに。教育に時間を費やして、わざわざ悪人を増やしている感じよね。人間教育があまりにもずさんすぎるわ。怠けてくすねて、人を騙してこんなことをしていて楽しいのかしら。私なら嫌な気分になるんだけど他に例を見ない国だよね。人としての基本から。間違っているから何を言っても通じないんだな。色々な事情があって、お隣さんはこんな国になったんだろうけど。それに振り回される、周囲の国、特に日本は気の毒だよな。好きで隣にいるわけじゃないんだから、せめて自国内で好き勝手してくれ。お隣さんは、人は理屈が通らないことをわかってて日本も非難しているんだろう。お隣さんのここまでこじれた性格は、そう簡単には治らないでしょ。一度でも無償で他国のために何かしたことがあるの？しょっちゅう日本から、無償の援助を受けておいて本当に、外国との関係を切ってほしいわ。以上が海外の方たちの言葉だ。世界の人たちも、お隣さんに対して呆れているようね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。